前回撮影日9月22日から世の中にあった動き、そしてチャート的に同国年株為替商品よ、そんなファンダメンタルとかテクニカルの動きをまとめて聞ける動画があったらいいじゃないかを形にしました。七星のパーフェクトアーキカーン。はい、ありがとうございます。ですね、今回は前回7月の誕生日まではこれをすることにしました。なんでだその後どうなんだもう40になったらやらへん。いい年です。年齢の問題ですね、はい。前回はニュースのことをざくっと全部やったんですけれども、今回、はい、今回は、うん、まあ、チャート見ていきましょうって話ですよ。はい、まあ、もともとそういうコーナーやしね、うん。で、DJI 先生ですけれども、実際のチャート分析やってもらう前にぜひですね、チャンネル登録の方しておいてください。お願いします。こちらからポチッとなで、うん、前回の撮影日は5月22日ですね、はい、ここら辺やったわけですけれども、まあその前のですね、うん、2週間前5月16日にこの青いラインを引いてます。はい、的中ということですね。で、まあ、当たり前すぎるから喜びもせえへんね。そうですねまあまあ、うんうん、まあそうですね。で S&P500 はですね、週間ベースで、うん、週足で言うとですね、去年の12月以降でも最大の下げ幅ということですね。まあここには勝てませんけれども、うん、ドンとドンと言ってるということですね、はい、この下げ幅よりでかかったということですね。はい、最大の幅え噛むね下げ幅の幅って噛むね今日は。でですね、はい、こうですね、ここで一応1,2,3と3つ作ってたわけ、うんうん、3層を作ってたわけですけれども、はい、このネック抜けをしましたの下落、うん、はい、ドーン行きましたね。でこれ一番大きな目で見ると一番小さなというかただの左肩なんですよ、うん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 、左肩っていうの、これ右肩っていうの、右肩やな。なんで擬人化しとんねんなこっち向いてるっていうその中の小さい山村を下抜けていったということですね、うん、はい、俺全部ライン引いとったのにな、どっか行ってもとはい、まあここですね。あとはこういう感じで、うん、まあ、ダイバー発生してましたと、日足でね。あ、はい、うん、そっからまあ理想的な形、うつくちしい風に教科書出てもいいぐらいの形で落ちてったというような状態ですね、うんうんうん、うん、でこれだけね一応はっきりしたトリプルトップというか三尊、はい、うん、になってくればですね、多分みんなこれ、あ、ここ行ってもたら行ってまうでというふうに思ってたでしょうから、うんうん、かなりの人が戻り売りを狙ってくるんじゃないかというふうに今は思ってますね。とりあえずは一回どっかでね、当然押しをつけて戻ってくるっていう風に考えれるんですけれども、うん、はい、タイミングここが分かりませんよ。あのいろんな発表されてるんで、まだ中国のね報復関税の話とかね、うん、まあ、織り込んでると思いますけど、さすがに、うん、でもそれでも事実でガーってまた売っていくかもしれないですから、はい、まあ、落ちてってどっかで下げ止まってね、当然ながら上げていくんですけれども、今回の下げの場合はね、まあ、明らかに明確やったわけですね。プラスショーターがね、うん、まあ、売ってきてる人たちが利確するのがねだいぶ遅いんじゃないかと、はい、結構取るんじゃないかなっていうふうに思ってますね。ああ、まだもっと下がると見越して、そうそう、まだ待っとくってことですね、うん、つまり普通は利確が起こるんで、うん、この戻りをつけるんですけども、空売りショートの利確は買いになるので、 それで上げていく、ね、上げていくと、うん、ちょっと上げていくんですけれども、でまた売られるっていう展開によくなりやすいんですけどね、はい、うん、でもそういうのが起こりにくいんじゃないかと、みんなこのでかい三角を見てね、うん、売りに入ってる、まだいける、まだいける、まだ取れるっていうふうに思う人が多いんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、うん、なのでここまでこのネックラインまで戻ってくるかどうかは分かんない、うんうん、戻ってこないかもしれないというふうに思ってます、はい、なのでちょっと早めにショートを打てたらな、おみたいな感じに考えてますね。戻りは待った方がいいと思うんですけれども、うん、戻ってそのね、もう一回ここ抜けていくかもしれんからね、はい、まあ、そういうのは注意して、うん、ここ戻りを確認して再下落始まってからショートに入ってもいいんじゃないかなと思いますんでね。あ、だからいわゆる逆 N の形の待ってやった方がいい。でもちょっと早めにした方がいい。早めに、うん、早めのなんか気持ち
早めのパブロンって言いかけたよ。違う昭和すぎる。じゃあ今もやったのか。すいません。そうですね、なんかある程度、はい、ちょっと早めに戻り確認して、うん、S ぶっこんでいこうかな、ショートぶっこんでいこうかなというようなイメージですね。、うん、今は。なるほど、うん、で日足でもこうやって Mac D ライムどんどん下に行ってますしね、うん、でもう一回この加工の、ヒストグラムっていうのが膨らんできているという状態なので、もうちょっと行っても全然おかしくないんじゃない、なるほど、というふうに思ってます。その下にある Mac D の解説はまた別コーナーで、別コーナーでやっております。ぜひ見ていただければと思います。あ、お願いします。このチャンネルのインジで GO でやっております。インジで GO でやっておりますんでね、はい、まあ、ちょっとでかい話になるんですけれども、うん、この週足100まず目指すでしょうね、うんうん、で200、次は目指してここをネックを割れ、うん、次のネックを割れ、ドンと200まで到達するんじゃないか。井上棋戦ですね。あ、そうですね。そうですというふうに考えておりますね。なるほど、うん、今はあんまり下位目線で考えない方がいいです。皆さん当然そうなんですけれども、うん、ね、ショート目線で考えて、まあ、ここやったらエントリーしてもいいぞっていうポイントで入っていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、はい、もう8分、はい、ファーアングね、うん、うんうん、下げてます。当然下げてます。はい。時間がないんや、もう。いや、誰でも言えるかな。で、それでね、分析ではなく感想やね。いや、当然ここからも下げますよっていうことですね。あ、なるほど、うん、はい、で225ですよ、はい、うん、225はですね、前回言ってたんが1回ね、まあ、下げ目線ですけども、うん、まあ、上抜けたらこの ABCD みたいな感じでなってて、上抜けたらね、はい、4時間足です。はい、これで4時間足の100ね、うん、SMA100 をこう目指していくんじゃないかと、うんうん、上抜けたら目指して、で跳ね返って、どっちにしろ上抜けても下抜けても下目線というふうに言ってたので的中ですね。で週足の、うんうん、あ、週足やば、ごめんなさい、週足の1回上抜けたら週足の100目指すんじゃないか、うん、で下抜けたらもう200目指していくだろうということを言ってたんですね、週足で、はい、うん、で今その途中っていうことです。で多分この酸素みたいな形を作って、まあ、試すんじゃないかと、根っこ試すんじゃないかというふうに思っておりますということですね、うんうんうん、あ、それじゃあちょっと冷やしに戻してもらっていいですか。はい、結構このな日経平均で言ったら 2万1000円っていうのは結構な節目になって下でサポートしたんですけど、うんうん、で実際5月14日15 15日16日24日はですね、うん、そのバチューはっていうか、その市場空いてる時は2万1000円割り込む場面があったんですけど、終値では戻してたんですね、うん、必ず、うん、でもこれがついに破られたと。破られました。もうそんな関係ないぐらい下に暴落したということで、ちょっと新しいステージに移ったということで、ちょっとね、気づく怖いというか、うん、場面になってきたなっていう感じがしますね。だからそこはちょっと押さえておいた方がいいかなと思います。そうですね、はい、まあ、もちろん2万円っていうのはすごくもっと大きな節目でありますし、うん、まあ、またこれ日本株特集でやろうと思ってるんですけど、だいたい日本株の PBR でいうと1万9800円ぐらいになるんで、うん、1倍割れのラインもほぼ一緒なんですね、うん、なので、まあ、かなり強いのは強いと思いますし、まあ、ヘッジファンドも実際その辺に買ってくるラインにもあるんで、まあ、そう簡単に破れないとは言われてますけども、うん、一応警戒しとかないとダメなところにもう下に水準に入ってきてますんで、そうですね、はい、そこはちょっと覚えておいてもらえばいいかなと思います、ね、うん、そうですね、ただ簡単に割られるかもしれないですよ。ほう、うん、このまま世界が混迷を極めていけばね、そんなん関係ねえだろ、うん、こんなみんなが思ってる心理的な節目なんか関係ないわっていう感じでドンとまた行くかもしれない、うん、ただですね、この数ヶ月は日銀先生あんまり回収図としてないんですよ、うん、お金貯めてるんです、ほう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 、こういう時のために。あ、そうなんや。なので2万円は多分割らせないっていうせーっていう先生がいるかもしれない。なるほどね、選挙もあるもんね、うん、そう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 、うん、割らせたくないよね。トランプさんでさ、あの日米交渉は参院後って言ってますからね、うん、選挙を考えてくれてね、おーおーおー、なるほどね。うん、というわけで、まあ一応その辺の攻防もあると思いますんで、はい、ちょっと注意は必要かなと思います。そうですね、はい、はい、今のところは週足、まあ、週足の200ぐらいで支えられるんじゃないかなっていう考え方で僕はおりますね。それまでは下落のトレンドで続くんじゃないかなと。
なるほど。いう感じで考えています。まあもちろん2万円は割らせたくないでしょうけど、2万円上ですからね、この週足の200っていうのはね、うん、って感じです。なるほど。次です。15分ですけどやべえな。え、選んでもう。え、どれがいい。嘘です。為替です。おドル円ですね、はい、ドル円は、まあ、これはねこっからですね、一回上がってって、26日あ、あ、違う、こっからここや、ここですね、22日、うん、でこっからですね上の方に行って、まあ、ちっちゃい矢印書いてますけれども、うん、この中で連日来るんじゃないかみたいなこと言ってたんですよ、うん、ここの水平ラインまで上げていくんじゃないか言ってましたけど、その後ズコーン下げて、うん、ズコーン下げました、はい、二段下げみたいな形になって現在108円ということですね、うん、かなり不正解。かなり不正解。楽しそうやな。でですね、はい、まあゴールド上昇とともに大きくドル円は下落ですね、うんうん、でまあ今からですね、うん、この22日時点ではですねいい流れができて上に狙っていけるかもしれないねって言ってたんですけれども、はい、まあ、トランプさんのツイッターとかで180度流れが変わるので注意というふうに言ってました。はい、うん、でまあいろいろツイートしはりましたね。その通り。うん、うん、追加関税やとか、はい、関税やとか。うん、まあしゃあないなっていう感じですね。しゃあない、しゃあないな。トランプさん何言ってもツイッター凍結されないですね。そうですね、絶対利用規約を違反してるんですけど。それはね、凍結されたらほんまおもろいけどね、それツイッター消されるんじゃ。まあ、これはですね、まあ、長期サポートですね、うん、まあ、こっから引いちゃってます。週足にしようかな、週足にします。まあ、2012年あたりからドーッと引いてるサポートがあったわけですけれども、はい、ここでね、まあ、サポートされるかどうかということを、うん、が注目でした、はい、今回はね。しかし1回これサポートされたんですけれども、まあ、これ13日ですね、うん、で2回目27日にサポートされて1回上がったんですけれども、ドーンと、うん、こちらもね上下日足台場5に下げてって、もう一度戻すか半値ぐらい戻して、この下げ幅に対してさ半値ぐらい戻してまた売り込まれたということですね、うんうんうん、ここにはロン側のロスカット、はい、があったと思われるので、かなり大量にね、うんうん、このサポート割れないだろう組ですね、はいはいはい、のロスカットがね、うん、いっぱい溜まってたと思うんで、それ食ってドンと下げたというふうに思われますということですね。まあ買い勢の、ロスカット損切りは売りになりますから、うんうん、それが売りが売りを呼んで下げていたと、ね、そうですね、うん、でここまでしか戻さなかったのもかなり弱かったとは思います、うん、ということですね。なので次はですね、この長期サポートっていうのは今までかなり機能してたラインなので、はい、ラインと思われるので、まあ、ここにね戻っていくのを見て戻り売りを仕掛けるという感じで OK じゃないかなと思いますね、うん、なるほど、はい、ドル円が円高になっていくすごい重要、すごい画期的な指標を僕発見したんですけど、お僕が海外に行きたいと思ったら円高になるんですよ。そうなんですか。だからその情報でいいんじゃないかなと。ほんまやね、今まで全部そうなってきました。あ、そうなんですか。今海外行きたいですか。行きたい、行きたい。あ、そうなん、じゃあちょっと戻さないかもしれない。このまま暴落かもしれない。夏にハワイ行きたいと思って計画したらまた円高になってきた。じゃあ夏だ、夏だ、夏がやばそうだ。損してるんですけど。損してるの。だってでも100円とかでさ、うん、ドル買えたら、ああそういう意味はそこだけどね、うんうん、どういう意味で損してるの、向こうで損してるの、自分がチャート分析したのと逆の方向になっちゃうっていう。ああなるほどね。相場では負けてるけど旅行では得してる。そういうことね。なるほどなるほど。であとユーロドルも見ときましょうね。はい、うん、他にもいろいろクロス円大体一緒っすわ、うんうんうん、あのユーロ円とかも同じような感じで長期のサポートに当たりに来てます。でこっからですね、まあ下げんやろというふうには思われてますけれども、もう全然わかりませんよというような状態ですね、はい、うん、まあでも一回割れてきてます、うん、割れてきてますがヒゲで戻してます、はい、まあそれなりの
サポートにはなってると思うので、ここでロングして上目指すかもなって思うんやったらどうぞって感じですね。うんうんうん、他のドル円見てからの方がいいなって思うんやったらその方がいいと思います。はい、はい、でユーロドルね、でこのチャンネルを引いてまして、うん、でこの下にこの25日移動平均線といろいろ絡みがありまして、で絡みつきながらこういうふうに相場作ってるよというふうに 前回言ってたんですね。ほんで25日まで戻してきましたのあと1回反発して下げてます、うん、はい、なんで、ここからですね上目指す力が弱ければですね、このまままたチャンネルの下の方に当たりに来るんじゃないかというふうに思われます、うん、はい、でも先週も言ってましたけれども、ユーロ弱いです、経済弱いです、買われる要素は一切ないです一切、はい、ないですね、うん、でももしこれ上にこれ超えればですね、これチャンネルのこの上値の重さから言ってもですね、うん、かなりのショート溜まってきてると思うんで、仕掛けられてると思うんで、あ、まあ、だいぶこのチャンネル際でねロスカット起こるでしょうということで、うん、ドーンと踏み上げられるっていうのは、うん、まあ注意する、まあそれ期待してロングっていうのでもいいと思いますけどね。なるほどなるほど、うん、でも大体僕はこのままねユーロが対ドルで強くなっていくっていう流れは考えにくい、うん、ということでやっぱり下行くのを待ってですね、サポートされることを期待してからのロングっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。なるほど、うん、25日で跳ね返されればそこでショートかけてこの幅取っていってもいいですね、うんうんうん、っていうような戦略でやっていけばいいんじゃないかなと思います。はい、だんだん流れ作業のようになってきたな金行こう、金行こう、おもう飛ばすよ、はい、はい、こんな感じ、はい、こんな感じ、ユーロ円ね、これはユーロ円、はい、みんなこんなんや、上行ったよ、うん、で、独り言10万人のチャンネルで独り言で、原油が落ちてるんで、はい、AUD、あの資源国通貨はもうどん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 落ちてますね。うん、うん、まあこれはもう別に分析でもなく感想ですゴールド、ゴールドはですね、まあ、前回言ってたのは2週間前です、有事の金長期ロング目線と言いまして、そろそろロング考えてもいいポイントちゃうかと言っておりました、はい、2週間前5月16日ですね。でそっからですね下げてダダダッと下げて1270ドルぐらいまで行ったんですよ、うんうん、でまあこれ調整じゃないかと、調整というか、まあ、短期で機関投資家を回してるせいじゃないかというふうにね、ここら辺で利確していったんじゃないかというふうに言っておったわけですけれども、で押し目22日言ってたのはこの押し目確認してロング入ったらいいんじゃないかということで、うん、はい、ドーン上げました、正解、おお、ということです、ね、大正解じゃないですか、はい、1305、うん、まで今上げてますということですね、はい、株式市場があんだけ暴落しましたんで投資先として金の需要が上がっているという状態です、うん、でですね、あったニュースとしてはですね、はい、4月の PC コアデフレーターっていうやつがありまして、うん、まあ、これ指標ですけれども、うん、まあ言うたら個人消費支出の、うん、ですわ物価指数、物価動向を表す指標です、ほんほんほん、うん、あの商務長が毎月月末に出してるんですね、アメリカのね、うんうん、で FRB がこれ最も重視している物価指標として、まあ、有名なんです、へ、うん、いろいろあるんですけれども、うん、その消費者物価指数とかよりも広範囲にわたってその物価動向を調べていると、はいはいはい、調査対象が広いということで、うんうん、参考にされてるって言われてますね。でこれを受けてですね、これが 1% だったんですね、まあ、速報値で 1.3% の上昇だったんですけど 1% の上昇ということで、うんうんうん、FRB の目標を大きく下回ったと、はい、0.3 でもだいぶ下回ってますからね、うんうん、ということで、クラリダ議長、金融政策運営を考慮するほうとの発言から利下げ観測が出回って、はい、利下げ観測っていうことは、まあ、金利関係ないですよね、金って、あ、金は利子つかないですか、利子つかないですからね、うんうん、で金利を生まない金が買われる展開になったってことです、うんうんうん、あの金利を生まないんで金って、だから金利上昇って言ったら金にとっては敵なんですよ、はいはいはい、金利上昇したらそっち金利がつく通貨とかに向かうじゃないですか、うん、うん、なんかそっちにお金が流れる、うん、で利下げするっていうことは金にとってはまあ、敵が減るって感じですね、はいはい、それが
冒頭につながったというふうに言われてます、うんうんうん、まあ、昔から金と金利っていうのは逆相関だっていうふうに言われてました。うんうんうん、まあイメージとしては金はもう金利 0% って考えていいですもんね。うんうん、そうですね。うん、なんで利下げっていうのは金にとっては追い風なわけです。うんうんうん、まあもうすごく極端ですけど、今まで利子が 5% だったとします、うんうん、それが 1% まで下げられたとしたら、うん、もう魅力がかなり減りますもんね、うんうんうん、っていうことですよね。そうですね。だから金でもいいんじゃないかという投資対象が増えていくということですね。うんうん、そうですね。でこの政情不安などがこの金の価格にやっぱり現れているというふうに思います。なるほど。ということですね。でこのピンクのレジスタンスラインが引けたわけですけれども、この斜めの線ですね、うん、これをきれいにぶち上げていったという感じですね、はい、でもう薄い赤い線も引いてますけれども、これが前まで5月の前半ぐらいまで意識されてたラインだったわけです。でそこをぶち抜けてってですね、一回上げたんですけれども、このピンクのラインに抑えられて下に下がってって、前回まで、レジスタンスやったものがサポートになって押し目で入れたらもう最高でしたね、うん、というような状態。入りましたか？入りましたね。いやいや、うん、うん、さすが。いや違います違います。あの上にだから投資家全体、トレーダー全体ですよ、もう上目線に切り替わったわけですよこの時点でね。あ、はい、うん、なんでみんなが買いに入ってこれたということですよ。うん、でこれはですね、世界的に見てもですね、うん、リスクオンからリスクオフ、さらなるリスクオフへの転換ラインだったんじゃないかと。この、あー、なるほど、この時歴史は動いたわけです。あ、なんかパクっちゃったさらっとパクっちゃった。歴史は動いたわけですね。リスクオフにみんながカチッと変わった瞬間で、まさしくこの大きな大きな、トレンドラインがありましたけれども、うん、過去のトレンドライン、これをぶち抜けた今回ですね、うん、かなりのリスクオフになったということですね。で言うてもこの一本上司で予想として上げていくんではなくですね、まあ、どんどんどんと吹いていくんではなくて、この日足雲上限で一回押し戻されてます、はい、若干ですけどね、うんうん、でこんだけですね、1日で上げればですね、ここまでの陽線がつくことって最近ではなかなか少なかったですから、はい、うん、まあ、ここら辺ありますけどね、このまま上げていってますけれども、うん、そういうこともありますけれども、一回はまあ、ここら辺は雲は関係ないですよね。でこっちは雲とかもあるんで、うん、1回はこの利確が入る、はい、その機関投資家もバットを短く持って今回してるよっていうようなことを言ってましたけれども、はい、そういう意味でも利益を確定させるのを急ぐんじゃないかなという想定をしております、僕はね、うん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 、なんで利確はそこそこ入るんじゃないかと、はい、いう想定で、ここからまあショートは打たへんけどちょっと様子見ですね、うんうん、で、まあ、でもそれがよく分からんようになるのは世界の混乱具合と、うんうん、イランとかの情勢ですね、ミサイルがまた飛んだりすれば、あと貿易戦争ですね、はい、なんかまた新たな発表トランプさんがすれば、うん、中国が何か違う発表すればですね、うんうん、ドンとまた上げる可能性もありますということですね。うん、毎週すごく基本的な話に戻りますが、金が上がるってことはリスクオフってことですよね。そうですね。みんなが資金を株とかからそういう動くやつから、うん、金に移動させたということです、ね、そうですね、安全資産ではなく金に移動させたと、うんうん、投資先が金ということですね、はい、でですね、こっから日足ですけれども、この MACD ラインがですね、うん、ゼロラインに向かって突き抜けようとしてます、結構勢いよくね、はい、なんであの勢いはトレンドの勢いはついているような状態ですけども、それはこの陽線ですからね、うん、でも僕はこのようにですね、一度こうムニャムニャムニャっとするんじゃないかなと、ゼロライン付近でムニャムニャムニャっとこうするんじゃないかなというふうに考えてますね。ムニャムニャって言うんですか？あ、ムニャムニャって言います。羊だけにな。え、いや、カットして。どういうこと？カットして。羊だけにムニャムニャ。眠い時とかな、あの寝る時に羊数えるって言うやんか。言うけど、ムニャムニャって何？いや、ムニャムニャ言うやん。ちょうどムニャ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 、サムネムニャムニャ。やめてくださいよ、一生懸命やってるんですから。でですね、はい、この100円上ありますよね、青いラインです、うん、ここまで、まあ、ここで反発する、この下落に転じるというふうに考えてですけれども、はい、その流れを想定してですけれども、その場合ですね、 100MA で押し目作る、もしくはこのピンクラインでサポートで押し目作る、うん、というような状態の時にロングでイン、
というような戦略でいきたいと思います。もちろんあの日ごとに変わりますけどね、こういうのは、はい、でインしたら前回高値のですね1340を目指していくというような状態になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、はい、やっとオイル、おお30分、やばい。はい、これですね、長期で引いてた2019年入ってから引いてたですねエリオットの想定、うん、思いっきり外れてました。、うん、これはねオイルは本当に難しいよね、うんうん、で週刊石油在庫統計ね EAE が、今日の夜なんかあるとか前回言ってたのは、うん、で今の水準抜ける可能性があるとかいうふうに言ってました、うん、このね、はい、うん、で下は中東情勢の不安が支えることになるんじゃないかと、うん、まあ、言うてもここまで下げるとは思ってませんでした僕もね。で基本、うん、この想定ないこの22日ですけれどもここですね、うん、この5波作りに行くんじゃないかなっていうことを言ってましたが、ここのネックのところで割れたら売りだというふうに戻り、うん、それかもしくはまあ割れてから戻り売りだみたいなことを言ってましたけれども、うん、とりあえずそれの戦略でいければですね、まあ、こういうふうにできた、ここを戻ったところで売れたかもしれないというような感じで思いますね。で今回の下げはですね今年一番の下げ幅なんですね、うん、今年2019年入って一番の下げ幅になったというふうに言われておりますわ。で2ヶ月ぶりですね、ここの水準に来るのは、まあ、ここら辺ですから、まあ、2ヶ月3ヶ月ぶり4ヶ月ぶりぐらいですねの下げになっておりますということですね。でここで止まれるのかどうかっていうのが注目、はい、実際ここら辺ですね、ここは今何もないですからね止まんないとは思うんですけれども、うん、30日に出たのは API の在庫です、原油在庫、これが530万バレル減になったことを受けてちょっと上がりました、はい、しかしですねその後ですね EIA の週間石油在庫統計がガソリン在庫増っていうのが重しになり、うん、増えてたんですよ、はい、で売り込まれたっていうことですね、どんどんと、でこれさっきも言いましたけれどもメキシコに対する追加関税、関税ですね、はい、で世界的な貿易摩擦がエスカレートすると、うんうん、でエネルギー需要見通しが悪化するんじゃないかっていう見方が広がって、うん、本当やったらそれで上げていくと思うんですけれども、うん、まあ下げていったってことですわ、はい、でエリオットはねこれを今通用しなくなってるんで、まあやらん方がいいかもしれないですけども、まあ言うたらこれが3波でもなかったということですよね、まあ、例えばこんな風に今適当にやってますけれどもやってこの ABC ということで、まだもしかしてここから 1,2,3,4,5 作っていくかもしれないなっていう風に考えておりますね。でこれね、下げ止まるとしたらどこになるんかなって思った時に、はい、まあ、こんなね生半可なテクニカルが通用する市場でもないと思うんですけれども、まあ、あえてやらせていただくとフィボナッチです、うん、現在ですね 50% 超えてですね、で、押してますということですね、この戻してます、はい、で 61.8 ですね、まあ、32.8 あ 38.2 と言いますけれども、うん、61.8 のところが実は2波になっております。でここでもしかして、押し目を作るかな、押し目作るかなというか、まあ、返すかな、反発するかなということを期待しております。このままですね世界情勢悪くなっていくと原油がどんどん安くなっていくっていうのはちょっと考えにくい、はい、イランとかがおかしくなってるのにね、うん、その原油の供給が断たれるわけじゃないですか、はい、なんで価格としては上がっていかないと、まあ、おかしいなというふうには思うので、どっかで変えていくんじゃないかということでロングは狙っていこうと、まあ、お買い得なんではないか。この下げってね、こんくらいの下げって言ったら、うん、売りがショートがなんかこう世界情勢的に下げているというよりはテクニカル的にいろんな人が60割らんやろみたいな感じで、うん、いろんな人がショートカバー置いてたから、はい、ショートカバーロスカット置いてたから、うん、それですねそれ巻き込んでガガンガンガンっていう風に下げていったんじゃないかという風に思ってまして、なんで戻す時は戻すで結構早いんじゃないかなという風に思ってますね。なるほど、うん、まあこれ想定なんで本当に刻々と見ながらですけどね、原油の場合はね、うん、こんなんもうプロひしめき合う市場ですから。
まあ、原油なんてプロしかやってないですから、ね、そう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 、プロ中のプロの人たちの遊び場ですから、うん、遊び場というか、まあ、本気の遊び場やろうかなということで、うん、この LINE でね、もしかして帰ったらおしめで買っていくというような戦法でいいんじゃないかなと僕は今考えております。はい、どうでしたか？いや全然チャート分析素晴らしいと思うんですけどね。え、なんか神尾さんを入れずに僕だけ喋ってるっていうのも不思議な感じがしますね。チャート分析入れないですもんだって。どう思います？ちょっといろいろ言ってくださいよ。いや、ほらほら、僕もほれほれ言いたいこといっぱいあるけど、あまりにも真面目に語ってるからちょこちょこボケを入れてこう和ませようとするけど、ボケに乗ってこうへんし、いや早終わらだって思ってまうから何回も美味しい場面いっぱいあったのに全然スルーしてはいって言ってるこれはもう分けた方がいいんじゃないですか。あ、オイルガール、オイルガールとかね、そういう感じで2個とかに。ああ、なるほどな、うん、じゃあコモディティと株為替みたいな、為替と株とコモディティ3つに分ける。いや、そんなに株と商品は一緒でいいんじゃない。うん、まあまあそんなもん楽屋トークやからここでやらんでもすいません本当に、はい、うん、まあ一応ね戦略としてはそんな感じで立ち回っていったらいいんじゃないかと思います。なるほど、なるほど、うん、もうとりあえずこの撮影日の間にトランプさんが世界中に喧嘩をさらに売りまくったということで、そう大変なものになってるね。10日間の間にね、まあどことでも喧嘩してるんですね。ね、うん、まあそういう風になってるのはなぜかということも次回ね、ちょっとお伝えしようかなと思ってます。はい。結局どっからお金出てるかっていうことなんですよ。おお。多分ね。なんかその回。放送されてない気持ちもしそんな回見当たらなかったらあの放送できなかったと思ってくださいだってそのお金出してるとこは YouTube ともつながってるから。そうだね、あんまり言われへんの。頭文字ぐらいでいこうかイニシャルトークしよう。クマさんとかブタさんって言って。ああ、なるほど、クマさんブタさん、了解了解というわけで、じゃあその辺のちょっとかなりの裏話も次週あるかもしれない、うんうん、そうですね、けどないかもしれないということで、放送できないかもしれない、公開できないかもしれないですけど、はい、いろいろ今後もお伝えしていこうと思いますので、ぜひ見逃さないタイムのチャンネル登録のお願いいたします。メルマガと LINE アットも登録お願いします。ぜひねボタンもよろしくお願いします。この動画良かったと思ったらシェアお願いします。はい、あと動画説明欄にこの動画に関する詳しい説明書いてありますので、ぜひ復習の意味を込めて一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。